北首将軍と三人兄弟の医者は、宮沢賢治の短編小説、数少ない宮沢賢治の生前発表作品である、佐藤一英編集の機関誌、児童文学の創刊号において発表された。この前の形の作品として、三人兄弟の医者と北首将軍がある。賢治はこれに十年ほど開校を重ねこの本編を完成させた。 また作中で兵隊の歌う軍歌は、投資戦ロクのロリン、ワバリ、僕や祭下曲及び同館7の長中祖、祭下曲2の前半部を踏まえている。ケンジは祭域を舞台とした童話を複数残したが、その中で本作だけが生前に発表された。ケンジは、実際に祭域を訪れたことはなかったものの、上記の投資戦の本案にも見られるように、 それなりの知識に基づいた上で想像を膨らませて、これらの作品を描いた。現存する最初の形態ではごく普通の三分体で文章が書かれている。十年にわたる開口の中で陰分体を経て、現在見られるリズムを伴った三分体の作品を完成させた。本作が児童文学に掲載されたのは、宮城県出身の詩人で賢治と信仰のあった石川善介が、 佐藤一英に賢治の童話を推判したことがきっかけになったと言われている。この後賢治は児童文学の第2号にグスコーブドリの電気を発表、さらに第3号に風のまたサブロを掲載する意向であったが雑誌が休館となり実現しなかった。なお、作中の詩が投資戦の本案であることは裁判官で文芸評論の分野でも活躍した倉田拓司が 戦後の早い段階で指摘していたが、広く知られるようになったのは1980年代になってからである。4倍林風先生において、幹部である、馬のは、浮きのような尻尾を取るのは、通常の番で、バーユ、将軍となっているが、新朝文庫版では、最終手入れの原稿に、すると、林風先生はとあるのを参照し、林風先生はとなっている。なお、 本作の初期系である三人兄弟の医者と北首将軍では将軍は兵隊や人民の衛生や外科に尽くしたというセリフがあり草木の医師であるペンクラーネーによって自身の顔についた猿をガセのようなものを落とす治療を受けた後同様のものがついた部下の兵士へその治療法を支持する描写があるありがとうございます